はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長の龍です。さあ本日なんですが、ブラックホールドラゴンをいよいよ使っていきたいと思います。これ診断で実装された、宇宙最強モンスターなんですけども、まあ文字通り宇宙から出てくるモンスターなんですけどね、ブラックホールをなんとサーチができますというめちゃくちゃ強い、このカードは手札墓地に存在してフィールドのモンスターが自身を対象としないカードの効果で破壊された場合に発動できる。このカードを特殊召喚する。まあ要はブラックホールとかサンダーボルトとか効果でもいいし、今回入ってるんですけど、この、ガルドニクスエタリティみたいなモンスターの効果とかでもいいんですけど、こういうカードの効果で、モンスターがぶっ壊されると一応、モンスター、墓地か手札から出てこれますと。で特殊召喚に成功した場合にエンドフェーズに、デッキからブラックホール1枚を手札に加えるっていう効果で、フィールドのこのカードは効果で破壊されっていう効果があります。要はブラックホールを持ってきて自分はブラックホールを受けないので相手のモンスターだけぶっ壊してねっていう、まあそういうギミックですね。まあちょっとエンドフェーズ遅いんですけどね、特殊召喚した時にサーチさせてくれればめっちゃくちゃ強かったなと思うんですけども、2番の効果がエンドフェーズなのがマジでうんこで、この、ブラックホールドラゴンを活躍させるにあたり、もうずっと温めていたデッキがありまして、これがですね IQ3 で作ったブラックホールズっていうデッキですね。マックリ札を無限に入れまして、ブラックホールとかサンダーボルトとか、まあ、心変わりハープの羽ぼき、ライトニングストーム参戦の際などなど、こうマックリ札とあと、まあ、手札用札増地と、ガンマグラにして、あとラバゴ、これをぶち込みまして、相手の先行展開を、ラバゴブラフォ3ボルでまくった後に、ホルスでワンキルするっていう、この IQ3 デッキ、これがですね、これ使ってたんですけど意外と強いんですね。結構ゴテデッキの中では割とやれる方だと、思いますんで、ちょっとねぜひねブラックホールドラゴンのこのイラスト、これにねちょっとね見惚れた方、これでちょっと、ね、使ってみていただきたいですね。はい、僕は本当こういうデッキ大好きなんで、このデッキ回してる多分診断のデッキの中で一番楽しかったです。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。まあ悪くはないな。これまあとりあえずラバゴがあるんで、まあモンスターは処理できそうですけどね。あ、楽印か、なるほど。楽印は参戦の際打てるな、さすがに打てる。たまにさ参戦の際打てない時あるんだよね。まあそれが難しいところだよね、遊戯王って。ラバゴでしょっちゃうとなんか参戦の際打つタイミングないみたいな話あるからさ、まあ、謎の聖女カルデシア来た。はい、楽印の起源ね、いいよ、いいでしょう。まあ、楽印ちなみに今どうなんだろうね、最近全然使ってなくて分かんないんだけど、今強いのかな。結構いつまでたっても強いデッキではあるんで、楽印ってね、最近全然使ってないんで環境的にどうなのかって話はあるんだけど、まあ一応でもなんか結構そのモンスターを除外する効果で除去していくから、ミラージェードとかが、だからまあ割と炎王とか何スネークアイとかあの辺とかは相性がいいのかもしれんけどな。ただあれっすよね、ちょっと初動がだいぶ減ってるんで、まあ結構起源とかこういうねカード入れないと初動にアクセスしづらくなってるから、結構こういうカード入れると誘発をね入れる枠がかなりなくなっちゃうんで、まあちょっとゴッテマクリの性能がまあどうなのかっていう話はあるんですけど、まあ普通に楽印融合はめっちゃ通るんで、あ、ちなみに今回の構築うらら1枚も採用してないんで、相手の手がデラドルしますと、はい、まあ、その代わりラバゴで勝利しますよっていう、まあ、そういう構築にしてるんで、はい、だってさこれさミラージェード出てきたとしてさ、ミラージェードをリリースしてラバゴって言ったら絶対さミラージェードの効果使うでしょ。そしたら俺の参戦度さえ起動できるからね。ああこれでかいでしょ。でミラージェード、いやでもこれ強いな普通に。ミラジェイド、アルビオン、ルベリオン、ミラジェイドで、ルベリオンで、アルビオンリリース、獣&、なんだろう、断罪とか。なんかその辺がセットされて、まあ、妨害数的にはかなりの妨害を敷かれる可能性が高いですね、これ。ミラジェイダー出てきて、ミラジェイド、獣、断罪、カルテシアで融合までついてくるみたいな感じかな。カルテシアでグランギニョル出す、まあ、手札によるか、でもこれは手札によるけど、グランギニョルまで出てくるか、これ多分楽印はかなりバックが強いんで、あ、質楽印か、強いね。あー、なるほど、これでメルクーリエをサーチしてくるみたいな感じなのかな。あー、それはうまいな。で、グランギニョルで融合召喚成功したので、質楽印の効果が発動してデッキから、アルバス系を持ってこれますよと。
U 効果と、あとグランギニョルの効果によってレベル6以上の光闇を送れるという話ありまして、でグランギニョルでこれは何を送るんだ。あー、リンドブルムか、強いな。でリンドブルムで、まあ、あの相手のターンに、蘇生ができますよみたいな話ね。でメルクーリエが、サーチされてモンスター効果無効の、ただ一応獣とかは置かれてないから、まあ、妨害数的にはメルクーリエミラジェイド伏せ1枚ね。伏せ1枚なんだろこれ。あで、アルビオあるから断罪か。いや強いなー。で、まあ、特殊召喚無効1回、モンスター効果1回無効で、伏せカード謎の X がわからないで、ミラジェイドみたいな。でグランギニョルで一応モンスター出てくるみたいな、クエンも出てきますよみたいな話ですよね。はいはい。ではこの盤面を勝利しますよ、勝ですよ。でもね、ハネボーキは多分この盤面には強いね、かなり。断罪と、ま、あの伏せカード X を一気にあの処理することができるんで、これはなかなか強いと思う。はい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 。でアルバスね。でクエムでアルバスを蘇生することもできますよみたいな。でリンドブルムで蘇生することもできますよみたいな話ね。あー、オーボ来た。オーボでかい。まとりあえず一旦脳死一旦脳死一旦脳死ハネボーキ過去ロイヤル、ロイヤル過去のハネボーキだとね、あの破壊耐性がある魔法トラップも破壊できるから。うん。で、ラバゴあまりに脳死だなこれあまりに脳死で草はい、消えてください。一応守備ですかね。で多分ミラージェイドの効果使いますよね。ミラージェイドの効果使いますよね。よし、オッケーオッケーオッケー。ちなみにホルスはな、対象に取らねえ効果で破壊されねえから、ミラージェイドの効果でも破壊されねえぜ。さあデッキから2枚カードをドローさせてもらうぞ。うむ、デッキからカード2枚ドロー。ひょひょい、あー強い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 、十分強いよ。で多分ね、これね、うららないから、さすがに参戦にチェーンがないから。でこれ今あのアルバスの融合体ないからメルクーリエ腐ってて、でカード1枚ドロー。トレードインか、トレードイン、なるほど。オーボの石壁の効果使って、オーボの石壁で持ってきて捨ててみたいな動きだなこれ。持ってきて捨てて2枚ドローしに行った方が強い。でオーボの石壁かっこ王の棺の効果を発動。これホルスモンスターが持ってこれるんですけど、ホルスモンスターがレベル8なんですよね。なので、まあ、どれを蘇生したいかによるんだけど、蘇生したいモンスターを優先的に捨てることが大事。まあ、ドゥアムテフとかハーピとかこの辺だよね。で、これでですね、こうしまして、で、こうしましてカード2枚ドローさせてもろて、2枚ドローさせてもろて、うわー、ザコとザコ来たザコとザコ来た。まあ、いや、まあ、このザコはちなみに王の棺でね、手札を捨てれば一応まあ有効活用できるっちゃできるんで、まあまあ許しちゃってもいい。でこれと今何枚落ちてんだ。まだあれか、ドゥアムテフ落ちてないか。ドゥアムテフだっけ、ケベンセルフか、名前わかんねえんだよ。ケベンセルフ落ちてないから、これケベンセルフ落としに行って、これで全部4体蘇生できる、4枚蘇生が可能で、グランギニョルで何が出てくるか問題なんだけど、ちょっと待ってね、ホルスの、祝福ドゥアムテフから出す。はい、さあとりあえずモンスターがバンバン出てくるぜ。ちなみに相手のチラにあの妨害はこの盤面のグランギニョルだけではなくて、ディンドブルムがいるということも忘れてはならない。要はフリーチェーンでアルバスが特殊召喚されるかもしれないってことだな。いやこれどうすっかな、これガルドニクスでぶっ壊しに行くの結構あれじゃない、これアルティメットガルドニクスでこうしてかっこいいあの AO デッキよりあのよっぽどうまく使いこなしてるからね。ガルドニクスエタリティさんマジでホルス神器だから。で、ブラックホールドラゴンの効果は発動。ブラックホールドラゴンはカードの効果によって自身を対象としないカードの効果によって、フィールドのモンスターが破壊されたため、このモンスターは特殊召喚され、そしてエンドフェーズでブラックホールをサーチすることができるぜ。まあデッキの中に無限に入ってるからな。ブラックホール来たんだけどね。ちなみに、チナ。そして、ケベンセリフを特殊召喚。ひょいー。そして、さらに、てかこれマジでさ、相手全然あれば蘇生しないけど大丈夫？これなんか、フォトンロードこれ出ちゃうよ。
これなんか持ったもた持ったもたしてるとほとんどの出ちゃうけど大丈夫って話あるよねこれね。なんかもた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 してんなあいつ。早くリンドボルの効果使わなかったはいけなかったんじゃないか。お前このリンドボルの方が無効にしてるぞ。レベル8のモンスターが2体でオーバーレイ。エクシーズ召喚。ギャラクシーアイズ。フォトンロード。はい。一旦バトル行きたいんですけど、なんかあります？なんかありますか？これビーステッドとさ、リンドボルム両方ともケアしてワンキル取ってない俺これ。いや、もうちょっと黙れ。お前黙れ。まあ、一応アルバスですね。で、アルバス、まあ、アルバス、あの、墓地にいて、ろくなことないんで。さあ、どうしますか？ B セット効果使います？さあ、B セットいないですか？あれ？なんか、すごい強そうな、盤面形成してたのに。だから、余裕でワンキル取れちゃってるけど、大丈夫かな？あれ？このデッキ強ない IQ3 とか言ってるけど、まあまあしかもプレイングむずいんだが。突然ですが、皆さんは C 社、知っていますか？ C 社というのは水タバコのことで、現在タバコに代わる新商品として、日本でも非常に注目されている商品です。僕は昔はヘビースモーカーで、1日1箱終わるくらいタバコ吸ってたんですけども、まあ、現在は子供も生まれましてね、健康にも気をつかないといけないということで、タバコは完全にやめていて、電子 C 社ばかり吸っております。今回はその電子 C 社の新商品、チルハビットのご紹介です。今回、このチルハビットをご提供いただきまして、現在2週間ほど使っているんですが、これ、他社の C 社と比較しても、煙の量がね、爆炎で、かなり吸い応えがあります。フレーバーが5種類ありまして、今回すべて試しているんですけども、どれもね、めちゃくちゃ味が濃厚で、とても美味しいです。僕もね、電子 C 社いろんなものを試してきたんですけど、このチルハビット、とにかく味が濃いというのが特徴ですね。ちなみに僕のおすすめのフレーバーは、スイートメロンです。吸っていると南国にいるような気分になれますので、めちゃくちゃリラックスできるんで、マジでおすすめです。僕はだいたいゲーム実況動画とかを撮影してる時とかに、まあ、吸ってることが多いんですけども、まあ、特にですね、相手のなんか先行展開がくっそ長い時とか、めっちゃ暇じゃないですか。そんな時にするとですね、頭も冴えるし、まあ、リラックスもできるし、相手の理不尽先行展開も、まあ、菩薩のようなね気持ちで眺めていられますので、ぜひ皆さんも試してみてください。ちなみに健康に害があるんじゃないのと思った方、ご安心ください。チルハビットはニコチンタールゼロですし、嫌な匂いも一切なくて、有害物質は一切入っていません。ちなみにね、これをね隣で吸っていても臭くないというか、まあ、なんならいい匂いするので、嫁からもね一切怒られないです。神商品認定とさせていただきます。で、注目してほしいのはこのデザインですよね。かっこよくないですか？細身でシュッとしていて、まあ、男女問わず使いやすいデザインをされてるなというふうに思いました。インテリアとして置いてみてもいいかもしれないですね。非常におしゃれ。あとこれはあまりにも独特な使い方になると思うんですけども、結構ねちょうどよくペン回しができるんですよね。はい。なんでこう手持ち無沙汰にならないというか、割とねそのゲームしてる時とか の合間時間とかにはねこうやって遊んでます僕は。で、実はこの商品普通に買うと Amazon とかで、まあ、7000円弱とかしちゃうんですよね。ただ実はチルハビットさんサブスクで購入することもできまして、これなかなか珍しいですよね。サブスクだと、21% オフで購入が可能なんですよ。さらに今なら初回限定 57% オフになっていて、2980円の特別プライスで入っちゃいます。ちなみに今回さらに500円オフクーポンも用意してもらってるんで、今なら2480円というね破格の価格で、買えますので、本当に今がチャンス。気になったらぜひ概要欄からチェックしてみてください。初回からたっぷり試したい方には、あの日本セットプランっていうのもありますんでね、ぜひこの機会に試してみてはいかがでしょうか。頭悪い、この手札。頭悪い手札選手権だったら結構上の方いけるよこれ。マジで心変わり。サンダーボルト、ブラックホールって何時代の遊戯をしてんだよこれ。これ縄文時代の遊戯王じゃんこれ。これ縄文時代遊戯王してるわ。うん、これだってさ、多分さ、これ遊戯王やってない人でもこれ知ってるカードでしょこれ。
5分の3くらい、これ多分、まあ、増殖する時もまあ有名だから知ってると仮定した場合、これマジで5分の4くらい本当おじいちゃん大好き顔みたいな感じじゃない、まあ、増殖する時はおじいちゃんじゃねえか。ちょっと一旦これ通ってほしい、マジでちょっとお願いできないですかね、これ。あ、通った来た来た、これは来たぞ、これが来た。じゃあ栄養スネークアイか、あの栄養か分かんねえけど頭悪、この手方頭悪すぎだろ。 IQ3 はマジだったな、これは。 IQ3 どころの騒ぎじゃねえな、これマジで。 IQ マイナスいってんじゃん、これもしかしたら。 IQ にマイナスがあるのか知らんけど、 IQ にマイナスがあるのか知らんけど、これ IQ マイナスいってますよ、これ。マスカレーナさえもしないと。あ、てかこれあれだね、エンオスデーカイ持ってきてるし、これ多分コトを持ってきてマスカレーナとかしないから、これ多分エンオパターンだと思うわ。これジャガーシーンで入ってないスネークアイは多分存在しないから、多分これ栄養なんだろうね。栄養ちなみにね、破壊するとなんか出てきちゃうんだよね、テクだから。うわ、それがワンチャン怖いんだけど。いや、まあ一旦王の棺打ちますか。王の棺でちょっと様子を見させていただきましょう。まあ、多分無限法要とか墓穴とかだと、まあ墓穴ねえな、無限法要か。じゃああれ、あれ無限法要なんだよな多分。じゃあとなってくると墓地に送るカードは、まあちょっとイムセティが一番打点高いからイムセティだな。これ効果使ってもらいたいんだよな。多分心変わりはしなさそうだよね、これ。ただサンボルブラックホールみたいな連打はワンチャンするかもしれなくて、まあちょっとこれもう、これ今いらない、これ今いらないで、まあドゥアムテフ送る、ハーピー送る。いや、ちょっと手札コスト足んねえな、これ。イムセティが入れてればね結構強いんだけどね。どうせブラックホールとかしねえし、これ増殖打ってきてくれたりしない？あ、それはないか。あ、ちなみにブラックホールはあのホルツ効かないんで。で、まあ一旦サンボル打ちまして、割とねブラックホールとホルツの相性ってマジでいいんですよね。さあとりあえずここでパパーンって爆破して、で、あとは炎王が出てくるかどうか問題で、そうなってくると増殖を俺が打てる可能性も出てきて、さらに手札が増強できる可能性がある。さあ、炎王出てくるか。あー、ポニックスか。なるほど。ポニックスが出てくる。ポニックスは、G 打つ。で、多分あれ、墓穴じゃないから、多分これは止められないでしょ。オッケー。で、ポニックス出てくる。ポニポニー、ラバゴ。それ先に、ラバゴも結局炎属性なんだよな。炎属性が破壊したら出てくるから、あんま関係ないか。ラバゴーレムさんが炎属性なのやめてもらって。炎王新天使持ってくる、そうだよね。で、モンスター効果使ったんで参戦の5。モンスター効果使ったら参戦の5を打ちます。これ参戦の際、持ってきて、パクって。いや、まあバック破壊しに行った方がいいかな。いや、でも手札4枚あんだよな。手札4枚あんだよな、さすがに。手札4枚は多すぎでしょ。これさすがにさ、ちょ、1枚見に行きたいよね。1枚っていうか、まあ、ピーピングしに行きたいよね。4枚あるんだから。4枚はさすがにやばい。ハンデス。ちょっとそれ何？その札何？あー、エフェクトペイ、あぶねえ。あぶねえ、これ、羽ぼうき打ってから、ブラックホール打って、意気揚々と、ぶん殴る。あ、でも、そう、あれか。エフェクトペイだったら、これ、あれだったか。全員でぶん殴りに行くよって言って、エフェクトペイだったら、うわ、これミスったかもしんないな。これ、羽ぼうきでよかったかもな。今、相手の手札見て思ったけど。これ、ちょっと一回とりあえずね、ちょっと ポニクスさんだけぶっ壊して、で、王の棺でラバゴーレム落として、で、ハーピーを出しに行く。いやー、これエフェクトベイラーだよなー。じゃなくて、無限法要だよな、多分。いや、多分無限法要なんだよなー。ちょっとなんかこれキル取れなそうだけど、ちょっとワンチャン通る可能性があるので一応行きます。一応行きます。通るか。あ、そうだよね。いや、そうなんだよなぁ。いやー、これ、ハンデスしなかったか。これ、ハネボークだった気がするな、これ。いや、でも、エフェクトベイラーだったら確かケアできたもんね。殴る前に撃たれてるんだったらさ、結局、その、ランカーチしたら勝てるから。いや、でも、ホルスギミック自体は相性はいいんだよな、AO と多分。ちょっと、2体で、一旦サンダルフォン出して、で、墓地からモンスター特殊召喚できないようにしておけば、
いや多分ね AO ギミックかなりきついと思うんだよね。でサンダル効果発動してこれで手札現在法新天章が、ガネーシャだよね。リトナするか、リトナしよう、リトナしてでリトナ効果で墓地リソース飛ばしてポニクスが破壊されてるから戻ってきちゃうからこれポニクス除外しといて、これでエンドじゃない。いやーこれ微妙だったなマジで。プレイング結構むずいな、手札4枚ある場合はちょっとエフェクトフェーラーがだった場合、いやエフェクトでも確かにガルドニクスとか出てこないかったら持ってないんだから今の羽ボケで よかったかもしれないね。あーまあまあまあそうなるよね。でガネーシャ君の効果、これは今炎属性モンスターが存在しないからリトルナイトとガネーシャを飛ばしておいて、いやこれ出力できないと思うんだよな。あーまあ AO 新天章だよね。でガネーシャと、いやホルス置いとく方が強かったかなこれ。いやでもねこれねエクセルがいないから相手墓地にエクセルいってんじゃん。だから多分ね現在法からそんな強い動き多分できないと思うんだよね。でポプルスでポニ、多分ポニクスもこれスネークガイエクセルもいってるから多分マゼ構築だとポニクス多分1枚なんだよね。多分1枚エクセルとポニクス両方とも1枚構築っていうのが非常に多くて、いやまあまあそれはサーチはいいわ。多分だからねこっからね多分ね動けないんじゃないかなと思うんだよね俺は。まあ、だからこうしてるってのもあるんだけど、だからリトルナイトディクメンコエンドみたいな、まあまあ俺の王の棺もどっか行ったけどな、俺の王の棺もどっか行った。いやほらね、いやそうなんですよ、だから俺はこれで王の棺を引けば、あ実質王の棺音声認識機能搭載、音声認識機能搭載きた、きっとこれやったぜ。おいお、どうしたおい、ほらおい、強い、めっちゃくちゃ強い、めっちゃくちゃ強いバトル、あぶねー。いや羽ぼうきを持ってきておけばよかったとめちゃくちゃ後悔した、そんな人生はとうの昔に過ぎ去りました。音声認識機能搭載してるんで全てケア、ダバゴ2枚は草やばい、初動ない、初動ないけどまくり札はめっちゃ来てる、ダークブルーも来た、初動はないけどまくり札はめっちゃ来てるのはまあいいことではあるな。これどんだけ盤面、あこれ魔術師はさすがにモンスターめっちゃ前に展開してくれるからラバゴクソ刺さると思うよ。まあ一応時空のペンデラムグラフが後ろの妨害なんだけど、まあ基本的には魔術師って前で妨害する、前とかモンスターゾーン、メインモンスターゾーン、エクストラモンスターゾーンで妨害を作ってくるテーマなのでラバゴはめちゃくちゃ刺さるとは思います。まあ、とりあえずちょっと展開見守ることしかできないんでね。こちらは温かく見守っていきましょう。温かくね。あ、溶岩魔人、溶岩魔人ラバゴーレムだけにね、溶岩だけにね。相変わらずすげえ展開力だな。さあスカーレットデーモンね。なるほど。パワーモンゼロの効果で融合モンスターなんか出せるみたいな効果あるんですけど、なんかスカーレットデーモンは確かに墓地効果だから。それで出してきたらまあレッドデーモンがね、あのエクスターが出てきてみたいな話は確かになるか。アブソリュートドラゴン出てきました。まあボルテックスまでは確定か。マスカレーナ行くのかなこれは。あー強いね。あーロムルスなんだ、へー、なんか全然知らない展開きた。ロムルスなんだ、へー。でアブソリュート効果ボルテックス出てくるか。はい、でレッドデーモンズ、スカーレットデーモンか。スカーレットデーモンの効果でレッドデーモンも出てくる。おもろ。盤面めちゃくちゃ伸びるやん。すごいな、これ。何なんかこれ、あれってこと？あ、バレルエンドすごっ！めちゃくちゃ強いやん、この盤面。やばい、ちょっと待って。シュ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 。これやばい、妨害力やばいぞ。バレルエンドドラゴン、あ、4素性3。あ、これバラデスまで出てくる、もしかして。縛り入ってないね、まだ。これやばっ。ドラゴンリンク、覇王魔術師ドラゴンリンクと。すごいね、この展開力で。フルールドバランスが出てきて、でさらにまだリボルブートセクターとか
構えてなんかまだ展開することできるんですもんね、多分ね、これね。さっきトレーサー持ってきてたから、なるほどなるほどね、これでサベイジってこと、めちゃくちゃな展開力あんじゃん、すごくない？バレルロード、サベイジ、ラゴン、バロネス、ボルテックス、エンドあって、バレルエンド、これいかれてんだね、これこれいかれてるわマジで。展開力すごいわこのデッキ。いやこの盤面誰が勝てんねんってな、一般の人は言うでしょうね。一般初動きた一般の人は言うでしょうね、一般の人は、一般ピーポーは。ではこの盤面を処理しましょう。まずは、モンスター2体をリリースヨーガンマジン、ラバゴレムで、モンスター2体をリリース、さようならユギオおもれユギオマジでおもろいな、いや本当にユギオって神ゲーなんだよな相手しかもなんかさ、デストロドでさ、ライフ半分にしてっからよ、相手ライフ8000しかねえぞお前、あれ舐めてんじゃねえかあいつ、舐めてんじゃねえよおい。あ、ちなみにバレルエンドとか破壊耐性あるんですよね、ちなみにね。だからサンダーボルトとかブラックホールみたいなカード効きません。はい、でもラバゴは効きます。はい、なんでかっていうとラバゴなんで。で、イムセティが爆弾して、で王の棺で、蘇生させて、まあこれはまあ何でもいいんだけど、まあハーピーかなんか、落としといて、ハーピー蘇生させて、はい、ウィーウェイホー頭悪いこのデッキ頭悪いマジ。ラバゴラバゴ3ボルで勝ちなんだけど負くり方、まくり方まで IQ37。